最後だから。いや最後って言わないでください。分かった。あの影武さんね、はい、フライボール革命だとか、そのボールの投げ方も今変わってきてるのっていうのは、ボールの投げ方、いや、テイクバックってどうしました？こうやな、このボール、こうやな、それやると笑われるらしいですよ。なんで？今こうやって見せなきゃいけないらしい。あ、ボールを？ああ、こうじゃ投げられるかい？いや、投げるらしいんです。それでメジャーの選手もこうやって上げる、こうやって投げるの？いや、ピッチャーでもこうやって上げるらしいです。え、こうじゃなくて？こうじゃないんです。え、こう？こうやって投げるらしいですよ。で、バッターもここのこうからこうやってってなるじゃないですか。こうらしいですよ。あ、だからこうだよね、今。それはすごくわかる。で、インサイドからインサイドから入れるだろう。どう思いますか？いや、我々の頃って叩かなきゃいけなかったでしょ。ボールを叩けたから、上からのなんだ、そこからスピードを増すんだっていうようなね。とりあえず上から叩けたら。でもむちゃくちゃだったのは、上から叩け叩けって言われてて、うん、だから左肩が出てるって、それは無理だよな。え、どうやって叩くんだみたいな。ものすごい昔ってむちゃくちゃでしょ。それは王さんのね、あの新聞紙を刀で切るのもすごいけど、あれもやっぱこうやって出ていっちゃってるもんな、やっぱり。でしょ。こうはできないもんね。だって王さんこうやって叩いてて、でも打つときは王さん打つだよ。打つときこうですもんね。でもイメージからするとやっぱりバッターとしてこうやって叩きたいんだよな。掛布さんのイメージってどうだったんですか？俺はね、あのどちらかというとレベルを長くしたいと思ったタイプだ。だからそのミートゾーンを長くする。だからこの一つのボールがこう来るとするじゃない、その軌道にバットをずっと乗せておきたいんだよな。ということはですよ、うん、ボールは上から来るから、うん、少し下からじゃないと合わない。合わない。当然こう来るボールだからな。そう、こうは来ないやん。いや絶対、うん、絶対、まあ、こうやって来るわけやん。だからそれに合わせる感じだと、まあスイングは上からスイングしてたよ、イメージ的に。イメージ的にスイングは、だからとにかく俺のスイングってのは自分の1点のポイントに最短距離にバットをぶつけていい音を出すとか、ことしか考えない。最短距離って影尾さん、これが最短距離ですか？じゃあイメージは私の時はこうやっていけるっていう感じだった、ね、最短距離はね。ただね、自分でバッティング練習しててやっぱこうやって打ってるのは分かるんだよ、手がこうなるの、はいはい、こうやって当たるなんてことありえないじゃん、はい、こうじゃん。バットがグリップよりヘッドが当たる。ないない、だからこれはこうやってこうやん、こんなんありえない、はい、あるやんバット。これ結構飛ぶらしいですよ、ショートフライがホームランだ。あ、すごいね、これ柔らかくて。だからこうやん、豊か、はいはいはい。だからこれは自分で分かってたから、こうは絶対ないっていうのはないでしょ。骨折しちゃうよな、こんな人だらこういう風に。だから俺は最後の、まあ、もうこう上から叩くスイングと同時に横振りはずっとしてたの、うん、バットの。だから脇の締めっていうのは、うん、まあ、前回の動画に出てきましたけど、川口さんどう考えてますか？あんまり意識しなかった。脇を開けるもんだと思ったの、逆に、うん、ここに来るときに。で、開かなければ開かなければレベルにならないと思ってたから、締めたら立つから、開けろと思ってたから。俺は、僕は締める、どう思ってた？締める。あ、ここでこういうふうに、はい、いや俺はここでこう開けろなの雰囲気。そうですか。俺はね、なぜかというとピッチャーもやっぱこう速くない時はやっぱ脇開けるじゃない、うん、やっぱ人間の急所だよな。これ正々堂々と急所を見せ合って戦うんじゃないかなみたいな自分で変な解釈があって、締めていくのは変だなと思って。ちょっと、え、急所、いや、こう脇の下って急所だから、だから俺はピッチャーが脇の下を見せるんであれば俺も見せなきゃいけないんだろう。それでこう帰るときに締める、畳むように、締まるように。締めるというんじゃなくて畳むという感じなんだよね。なるほどね。だから俺はすごくレベルというのを意識した。これはでも豊かね、山内和弘さんが、俺が2年目の時にコーチになられたんだけど、ダウンじゃないレベルスイングってのはその頃からずっと叩き込まれたの、うん、だから俺レベルに振ることを大切にしたの。
いや僕もレベルをすごく大切にしましたよ。でしょ。 でもそれさ、豊かが入ってきた時より俺だいぶ前からそれやった山内さんってすごいと思わない？シュート打ちの名人だからレベルにしなきゃ打てねえんだ。ほんで高めはお前どうやって振ってんだって言うから、うんうんうん、いや高めは高めでレベルに出そうとしましたよ。そう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 、バカ野郎とか言われて、叩くんだよとか言われて、ええみたいな、こんなんで打てるみたいな。打てない、打てない、打てないですよね。絶対レベル、あれ昔のコーチは金返せって言うんですよ。そうそうそう、だからいくら金村とが中日にいた時に、夜ちょっとどっかで一緒になった時に、西本さんの上から叩けという教え方はすごかった、徹底してたらしいね。阪急の、阪急の、阪急近鉄の監督だ。長井家さんが来た時なんかこうだ、こうやって出せ、そう、こういうだよね。これじゃ打てないだろとか思う。長井家さんともやってるんだ。いや、まあ、やってるっていうかコーチでこれ、はいはい、でこうやっぱり、はい、こうだ。そう考えるとね、山内和弘、中西太、これはすごいね。いや、 やっぱり理にかなってますよね、今から考えると。だから若い頃最先端行ってるということ、あの素振り俺してるじゃない。で山内さんが合宿所の屋上に上がってきて、ゴルフバッグクラブ2本持ってかけ、この間抜いてみろって言うんだよ、はい、ストライクのバットで。その練習ばっかりさせられたの、うん、往復しなさいと。もうレベルですよね、レベル。で今度はタイヤを2個こういうのにつなげてるやつの、この間バーンって抜きなさいと、はい、そういう器具もな、山内さん作って。それで中西さんは上から叩けじゃねえんだよな、ちょっと下からこう行ってブワーンってこう上を畳めって言うんだよ、ここに巻きつけろって言うんだよ。そうですよね、こうじゃないんだよ中西さんも。やっぱこう入ってこないとシュート打てないんだよ、うん、中西さんのビデオ見るとこうだもんね、うん、だから中西さんも理にかなってんだよ。だからそういう人と出会えたから、比較的俺はダウンスイングというものを大切にしながらレベルの方が練習をしてたと思う。まあそうですね、うん、だから今のその坂本もそうでしょ。そうだ、今こういう風になる、こういう風になってるよね。で、みんなね、鈴木誠也も今年からそうです、こうやってちょっとこういうイメージですよね。で投げ方知らなかったですか。知らなかったの。いや僕いつ聞いたの。いや昨日聞いたんですよ。新鮮だねそれ。いや伊藤さん、ボールどうやって投げる。ボールちょっと見せてよ。えこうやって投げるっていうの。加計さんね、加計さんが守備うまかったよ。いやうまい、やそれは知ってます。そんなこと言わなくていい。いやごめん。おかしくせんと思ってて嫌だなんて。いやこっちの方がいいもんないからね。あの守備のビデオ持ってます自分の守備。あるとあると思う。見てください、うん。絶対こうやって投げてるから。あこうやって投げてるじゃないから。こうやって投げてるか。だからピッチャーでも今はこうやって投げるんですよ。ここのぐらいだろ。こうはじゃない、こうはないだろ。いやこうもうもう見せるぐらいの感じ。ここだから上原もあ上原持ってくれるでしょ。こうだな。こうは持ってこないでしょ。うん、今ねもう主流がこうなの。これは早いわなそれのが。いやこうだろって言ったら大笑いされて。俺もこう見せろって教えられたよ。いやだから技術の進歩だとかそれとやっぱウエイトじゃないの。まあ、それもあると思うんですけど今ねもうこうやってピッチャーでもこうやって上げるらしいです。だからこうじゃないもんな、ああこうだよな、こうやって上げるらしいです。うん、分かる分かる分かる。だから大谷もそういう風に変えてる。そうだ変えてるわ。ああ大谷もこうだわ。だこうはなんないわ。だから野球教室とかで、ね、もういいこと聞いたよ。いやボールキャッチボールね、こうやって蹴るって言われてたでしょ。言われてたね。それをこうやってもう見せなきゃいけないらしいです。いやランダムプレーのこうやってやるのと一緒やな。一緒です。これは何なの。アメリカからなのか。アメリカです。それがまた日本に入ってきて、ああだバッティングもそうじゃない。バッティングもでもね、だからフライボール革命ってのはさ、ああ俺ヤクルトの青木君とちょっと1年2年ぐらい前キャンプで飯食ったんだけど、ああフライボール革命って勘違いしてほしくないのは、ああポイントを近くしてフライボール革命はないよ。はいはい、そりゃそうです。前だよ。そりゃそうです。だろ今日本の、ね、バッターのその大きな勘違いっていうのはポイントを近くしすぎ、ああうん、空振りが嫌ですからね。そうそうそう空振りが嫌だから、はい、
でもアメリカのそのフライボール革命と言われるその高いグワーンとそのまま大砲のような形で飛距離伸ばすバッターって前だよ打ってんのは。そうですね。そうだろう。だから青木君がそれ言ってたのは、加計さんフライボール革命フライボール革命ってみんな言ってるんですけど、日本人の人勘違いしてるのはちょっとポイントを入れてアッパーに振ろうと、それだったら窮屈で飛びませんよって。いやそうですよね、うん、だから僕も青木に聞いたことがあって、うん、空振り覚悟で振りに行かないとできませんよって。そういうことだよね。そうです。で今のやっぱ速いボール、うん、速い変化にはやっぱ前で空振り覚悟で打ちに行かないと無理だ。無理ですよ。ちっちゃな変化だしな。そうそう、変わってるんですよ。変わってるよね。ああ、竹内さん、ちょっといいことを聞いた。あ、こうだ。そうだ。そう。分かった。いや、だから竹内さんの趣味の見てください。あ、じゃこうなってないか。こうやってなってる。こういう感じになってるのか。こうやって入れてないから。まあここまでは入んねえだけど、このぐらいはいってんじゃない。まあそのぐらいはいいでしょうけど、やっぱボールを見せるというか。あ、そうか。すぐ当たってあげる。でもこうだな、やっぱ。こうじゃねえな。そうです。違うでしょ。確かに無理あるな、これ。無理ですよ。言われてみたらそうでしょ。言われてみれば無理あるな。そうでしょ。だから、加計さん。ちょっと窮屈だもんな。また勉強しましょうよ、お二人で。勉強しよう。本当だな。もうなかなかと。ありがとう。すいませんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。